来看一下游戏细节啊。那这边这个寺庙会把这个走的路都刷出这样子的形状，可能也是因为好看，然后我们走过去的话会把这个形状踩坏。当然这边还有其他人的大脚印子。是这样弄的寺庙感觉很干净吗？不太懂啊，不太懂。哦对了，和大家纠正一下啊，这个地方呢，这个地方啊，这个叫致死不叫劫寺啊，我之前读错了啊，非常的抱歉。在剪辑视频的时候在打这个字，我说怎么都打不出来，我说哎，这个字难道我念错了吗？没错，是我念错了，很尴尬，不应该这样啊，透露了自己小学文凭。好了好了好了，我是喵女子，欢迎收看最新一期的《对马岛之魂》。我们今天继续来做任务啊，我看一下，杰奈的任务和歼二的任务和杰奈的任务，我预计为两期结束啊，因为这个杰奈的故事会稍微长一些。在之后呢，这边的所有的支线任务基本都差不多了，然后我们就直接做主线了。嗯。好，我先收集一下东西。好的，护符力量增强了，这个时候我们的护符应该是达到了一个最优化，也许是最优化吧。哦天哪，哎还好啊，并没有那个什么，来看一下是不是最优化。这个我们得换一个，这个我看一下效果提升。再攻击这个还是适中，并没有很高啊，估计还得再拜访四个吧。好的，我们先来做这个歼二的任务。在这里。ケンジ、何をしておる？ケン二同学、你在这干什么？サカイ様、祈りが通じました。起。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです。肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっちる気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。うん。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。剣二又在耍剣了。やり方を変えろ。足は本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。每次都是我们帮忙给收拾烂摊子。襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたび。我们还是很了解的，比平时好一些。ありがたや。哎，每次看这个尖二渐渐的表情。真的觉得好有意思啊。交涉之术，噔噔，啊，歼二呢？哦，在那。俗に返す金は持ってきたのか？もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。一看歼二应该就没带那个钱，但杀的是强盗。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。三度。歼二。堅実な商いをしろ。それも歼二骗他骗了三次。最初の品は坊主のとこの酒でしたし。まさか盗んだというのか。もし捕まっても多めに見てくれそうでしょう。知恵を絞ったのだな。そうでしょう。だけどあいつら総兵でして。一群丧兵。たちやなぎなたを持ち出して。きっとまだ探してますよ。で、ジェンは。世話しない男だ。偷东西卖钱。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。
就是因为是自找麻烦。乱世的奸商啊，奸二奸商，太奸了这家伙。有点远，前面那烧着的房子呢？这边有两朵花啊，顺道捡一下。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。では、もしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。还定了一个暗号。一看这就不正常。这么多人，賊だ。罠だったか。騒ぎを起こさずに賢治を守らねば。なんでまたこんな変気なところに。ここなら俺が丸腰だとよくわかるな。またご冗談を疑うもんで。賢治を殺すにしては数が多すぎるな。まったくどうしてこんなことになったのか。足にもさっぱりだな。まあ気にすることはない。就三个。欲しいもんでも仕入れましょう。麻布浦に行ったことはある。それはもう飽きないで。で、麻布の出の漁師と知り合って話を聞いたんだ。ロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。ロードの話なんてでたらめですよ。分かって。だが一つ気になったな。クロードが現れる前、村に秋人が来て、猛虎に酒を振る舞っていた。还有吗？对面还有一个。だが敵の目を欺くことはできる。そのおかげでクロードは。つまりクロードは日頃酒売りに化けてるってことですか？いいや。その望みは何でしょう？怎么还有这么多？アザモの魚介とか。どこにいる？とぼけんな。クロード。藏得比较远啊。亮亮稍微有点远呢。笑っていろ。その下向いてやるぞ。ああ、お元気で何より。ああ、お元気で何より。助けて！お元気で何よりです。有，为什么会有蒙古人呢？酒井様、早く助けてください。何をのんびりしてるの？早く来て。どうしようですか？まだ死にたくない。先别叫。もうここまでおるぞ。还好啊，比较快就解决了，并没有引来第二波。天哪，剑儿真是惹的什么人呢？酒ででも蔵ででも、それとも。剣士。剑儿，你别给惹麻烦就行了。船内なんて、すべては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上、薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くして。就是剑儿，不要总为这些蝇头小利了。そうします。我们用实际行动改变了剑儿的想法。哎呦，摄像头又卡了。天人なし。哎，好了。好的，剑二的任务完成。
和兼二一起喝一个酒啊。兼二说，哎呀，我总算捡回来一条命，真不容易啊，真是的，还帮兼二了一把。好的，我们现在来做我们媳妇儿的任务啊，离得还是很近的嘛，对吧？劫奈的故事。做劫奈的故事会压抑一点啊，不要问我为什么。在前面那个地方，边界寻找劫奈的影子，拿上花儿，是在前面那个冒火的地方吗？就是。进。ユナ。まさかここでお主と会うとは。来るつもりじゃなかったさ。誰がやった？もうこの百個町、アルタ。阿勒塔。綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して。手向かったり逃げようとした者がいれば。血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。要杀一员大将啊，比较难。到时候我们得换一下那个什么，清完大兵打小兵，打小兵的打那个阿勒坦的时候，我们要换一下，换一下衣服。宿はこっちだよ。トモトは。イチっていう、私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後にはあったか。いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。正好问他。侍？何のご用で？助けにも行った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる。宿の世話人だ。知っておるか。誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。哎，好就好了，这倒无所谓了。我还说上来杀那弓箭手呢，没想到我妹子两下搞定啊。没问题没问题，收刀，我们刚刚受一下伤，早知道我们就先把那个战鬼给用了啊。看来是认识。一致生きてたんだ。何用なのさ。助けに来たんだよ。私を死なす機会、せっかく猛子どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる。まさか奴らに仕えてるの。死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか。誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと。ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。还行，还算客气啊。我们先把这客栈走一圈，看看有没有能拿的东西。搜刮完毕，物资比较少。
何か分かった。一曰くアルタンを巣から出すには焚き付ければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば。アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟知っておるのだろう。一から聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。杰奈的故事开始了。杰奈故事一共有四部分啊，这是第一个部分。都比较近，所以直接跟他走就行了。他刚刚也就往那个方向走了。农民在种地，极简大国吗？一点都不是啊！哎呦哎呦哎呦！嗯，这肯定是杰奈干的。杰奈在这儿蹲的。说吧。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる。私とタカはここから逃げたんだ。只有龙和他重获过自由。捕らわれたのはいつだ。ずっと昔さ、どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、太蔵の手つきも覚えてる。一个浑身肥臭，一个暴力倾向，一个色眯眯。我们的任务就进去把那个地方给偷偷的暗杀掉。这三个头目啊，奴隶犯主，不是什么好人。小的时候把杰奈和弟弟绑起来了，绑进去，然后进行蹂躏，逼他们干农活。どうしてこんな。見せしめだ。杀鸡儆猴，搞一堆。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。杰奈进不去了，实在是难受。もうやだ。戻りたくない。死はせぬ。待ってくれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって、タカと私たちが受けた傷、杰奈有点崩溃了。ただけで、わけもなく殺されたすべての芸人のために。为了秋水河却被无辜斩首的疲惫民夫。そして私のためにも。也不干什么人事啊，这奴隶主太坏了。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び、寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。行って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。开玩笑，活捉，哈哈，只有死好吗？好的，我们换一下潜行服。换上潜行服啊，然后刀具的样子我们其实还可以再换一个。近景加风暴。直接杀死，不要被看见啊。这是一个潜行关卡。
就是他，烟雾弹，烟雾弹。地獄に落ちよ、この首もらうぞ。便宜你了，就是便宜他了啊！取得战利品啊！刺啦，把他的脑壳弄下来。残り二人か。今少しだけ辛抱してくれ。发现了一个手机，应该没什么事吧？还有两个人啊。还有两个人在草地里面。指环人干活啊，还有一个在房屋里面，我看看房屋里面还有哪个位置。我们站的这个位置有一个。你上面那个屋子里面有一个。账务别着急，等那个人走掉。これまでの罪の報いだ。罪有应得。还有最后一个人啊，从这出来。有两个人，我们要绕过去啊，走到前面那个位置。这个是从这边出去了。晚上呀，被发现了，最后一个，看走太快了，我以为那是一个农民，没关系，还差一个。让他过去。从这儿过来首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。嗯。
保定。こやつで最後、ユナの元へ戻るとするか。从上面走也行，不要让他发现啊，要让他有一种畏惧感。哎，不，算了，不用。从这就下去了，我记得这块有一个地方拿了三颗人头，我也不知道人头揣在哪儿了，揣在这里面。成功了。下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。刺激。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。藏在这个草丛里面，然后看看他们的那个什么。私に任せて。简单嗷叫一声，然后这些蒙古兵出来看，然后吓尿了。天哪，三十人头，吓死人了！这些人就跑了。这个营地就空了，农民也被解放了。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男。黒い。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけん。きっと黒いは海沿いにいる。あいつの八重があるんだ。そこで会おう。好的，劫难先行啊！我们把这个地方搜刮一下。搜刮完了之后，寂静暗杀。搜刮完之后，然后我们去找杰奈。好，这期视频也差不多了，我们这期视频呢就到这里了，我们下一期继续做杰奈的任务。我是喵女子，我们下期再见，各位拜拜。